パイロットはアメリカ海軍のノッツが開発していた使い捨て型ロケット衛星攻撃兵器。1958年7月から8月の間に10機が発射され、そのすべてが失敗した。これは周回軌道を目指した初の空中発射ロケットであったが軌道に到達したと記録されることはなかった。周回軌道を目指した初回及び3回目の打ち上げでは、 ニュージーランドのトラッキング施設が宇宙機からの微弱な信号を受信したと報告している。しかしこの報告は確証されず、軌道に到達した物体としてカタログ登録されることもなかった。パイロットはパイロット計画の一部であった。パイロット計画は1958年8月にキャンセルとなり、ノッツ EV-2K レブが後を継いだ。 この計画は1994年まで機密情報となっていた。パイロット1とパイロット2の2つのバリエーションが存在した。パイロット1は2段目から4段目がバトルシップであり、大気圏内試験としてチャイナ湖から地上を発射された。パイロット2は空中発射バージョンであり、周回軌道打上げに使用された。周回軌道打上げは海軍航空ステーション。 ポイントマグーから離陸した F-6S 回霊がパイロット2を切り離すという方法で行われた。10回の打ち上げのうち4回がパイロット1で残りがパイロット2であった。パイロット1の地上発射パイロット2、ありがとうございます。